4800通のメッセージを流したところ3100通が戻ってきたということがあります。そしてそこから新しいストーリーが生まれることもあるのです。どうもこんにちは、リンです。今回は瓶の中に入った驚くべきメッセージのお話を5つご紹介いたします。この動画をご覧になったあなたはぜひコメントや評価をお寄せください。では行ってみましょう。ね、と、ざ、ん、ま、い、ネタ三昧。アメリカ兵から。1946年のクリスマスの方、一人の男性が海に向かって瓶を投げました。男性の名前はフランク・ヘイオステックさん。兵役を終えたばかりの21歳でした。その瓶はアイルランドの農場で働く18歳のブレダ・オサリバンさんに拾われました。瓶の中には次のようなメッセージが書かれていました。これを拾った方へ。私は21歳のアメリカ人兵士です。ごく普通のアメリカ人で裕福ではありませんが、なんとか暮らしていきます。今日は家で迎える3度目のクリスマスです。メッセージにはフランクさんの住所が書かれており、2人はそれから7年の間文通を続けました。そしてその後、フランクさんはアイルランドに渡り、初めてブレンダさんと会うことができたそうです。二人はその後、めでたく結婚しました。教会から。2015年4月、ドイツ北部のアムルム島で一本の瓶が発見されました。瓶の中にはハガキが入っており、次のようなことが書かれていました。この手紙を英国海洋生物学協会に送ってくれた方には謝礼金をあげちゃうよ。瓶を拾ったマリアン・ウィンクラーさんは手紙が書かれた年に驚きます。なんとそれは1906年のこと。108年間も海を漂っていたのです。この知らせは潮流の研究を行っていた海洋生物学協会自身も驚く始末。うちらそんなもん流したっけと完全に忘れていたのだとか。結果的にマリアンさんは手紙を教会に届け、謝礼金を受け取りました。謝礼金は1シリング、1900年代初めのレートだと約15円です。男性から。1913年リチャード・プラッツさんはバルト海に瓶を投げ入れました。リチャードさんは瓶を拾った人物と文通がしたいと真剣に考えていました。瓶の中に返信用の手紙と切手2枚を入れていたことから彼の本気度がうかがえますね。しかし彼の思いとは裏腹に瓶は誰にも発見されることはなく、時は過ぎ去ります。そして1946年リチャードさんは50歳で亡くなったのです。ところがリチャードさんが瓶を流してから101年後の2014年のこと、同じバルト海にて一人の女性が瓶を拾いました。女性はその手紙を読んで仰天してしまいます。これうちのじいちゃんじゃね。そう、瓶を拾ったのはリチャードさんの孫娘アンジェラさんだったのです。驚くべき時間と方法で孫娘に渡された手紙は現在ドイツのハンブルグ美術館に展示されています。戦地から。1914年ヨーロッパでは第一次世界大戦が勃発していました。26歳の英国兵トーマス・ヒューズさんは妻に宛てて手紙を書き瓶の中に入れました。彼らにはほんの2年前に娘が生まれたばかり。愛する妻よ、今前線に向かう船の上でこれを書いています。君に届くかどうかは分かりませんが、海に流してみます。さよなら、君の夫より。そして裏側にはこう書いてありました。皆様、戦地に向かう哀れなイギリス兵のためにどうかこの手紙を届けていただけませんでしょうか。トーマスさんは
この数日後に前線で戦死し、手紙は栄東部の沖で漁師によって見つかります。しかし手紙が発見されたのは手紙を流してから80年後のこと。トーマスさんの妻はもう亡くなっていましたが、86歳の彼の娘に届けられました。彼女はこの手紙にとても驚き、深く感銘を受けたそうです。船から。1912年4月15日、19歳のアイルランド人ジェレミー・バークさんはとある船にいました。船の名前はタイタニック号。氷山にぶつかり沈没寸前でした。船が沈む中、ジェレミーさんは旅立ちの前にとあるものがあることを思い出しました。それは聖水が入った瓶、信心深い母親が持たせたものです。船が沈んでしまう前に彼はその瓶を空にし、中にメッセージを入れ海に投げ入れました。タイタニックから皆さんさようなら、コークシグランミアのバークより。その瓶は約1年後彼の家から数キロ離れたところで見つかります。ところが彼の母親は心痛のあまり瓶が見つかる前に亡くなっていたのです。この手紙はタイタニックにまつわる展示品としてアイルランドの博物館に寄付されました。これがないと寝れないとかある？特に枕の高さとかそういったものはこだわりないんですけれども、ヌッコがねいないと、ヌッコがいないと寂しくて私は寝れないです。あとね、ASMR 動画、どうしても寝れないっていう時は ASMR 動画をつけて寝ています。期間限定とか弱い？期間限定って言ったらコンビニのお菓子とかスタバとかしか思い浮かばないので、多分あんまり期間限定気にしてないと思うんですけれども、ツイッターのフォロワーさんから教えていただいたポテトチップス、セブンイレブンのポテトチップスがとっても美味しかったんですけど、ホタテバター醤油味、あれね、普段私お菓子あんまり食べないんですけれども、とっても美味しくてストックまでしてね食べてました。今もう終わってしまったのかちょっと見かけないので、見かけた方はね、すぐにでも買って食べてみてください。とっても美味しかったです。はい、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。ネタ三昧ではネタのリクエストや質問を受け付けております。ネタ三昧の公式ツイッター、そして私の個人のツイッターがございますので、こちらぜひフォローして、質問など、投げつけていただければと思います。そして動画概要欄にはネタ三昧の姉妹チャンネル、そして私の個人チャンネルもございますので、そちらも合わせてチェックしていただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。ご登録お願いします。